ピッチは絶好のコンディションです。アパッショナートの皆さん、こんにちは。ジョン・カミラです。解説は早野博さんをお迎えしています。早野さん、よろしくお願いします。こんにちは、早野です。よろしくお願いします。さあ、試合開始です。画面に向かって左から右へ攻めるのがブラジル、反対に右から左へ攻めるのがコロンビア。戻る、ロマン。乱る。戻してチャンスを取ります。アラシオス、アモローソ、20分経過、キラーパスに投げる、シュート、スルー、厳しいチャンピオン。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、短く繋いでいる、ドリブル突破、シュート繋ぎません。おっと、奪ったアリステソナ、アスクリーザ、シュート、フラッシュの攻撃者、ロマーニ、パスを回す、大きく前方に振り、前半残り5分です。ロマーニ、ドリブル突破、シュートに、ボルゴ、こんなキックです。届かない、直接回ってくる、後半10分経過、細かくつなげ、ノアリ、いや惜しい、しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の体感は素晴らしいですね。アスクリーザ、シュート、
惜しい。美学の追求にストイックになりすぎたのか。もう少しシンプルなプレーを心がけてほしいですね。ヘッドで落とす。さあどう攻めるのか。切れまくってます。カット。モナンです。後ろに戻します。ロマーニオ。さあ速攻か。リバル。ロマーニオ素早いパス回し。ロマーニオ。ゾーンです。アスクイーズ。ゾーンです。ワンツー。おっと奪った。危険予知能力が非常に高い。スローイン。カット。セルバ。スルー。イカル。シュート。エクスペクトゴール。得点は1対5。さあもう一度見てみましょう。ボール回しに嫌われた。さあチャンスとなる。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。ラジオ終わりがちです。さて早見さん、試合を振り返っていかがでしたか。あの1点が両者の目を